今日の試合の振り返りをお願いします。今日の試合は前半少し点が入らない状況が続いてたんですけど、後半もう一度立て直して1点と2点3点4点と決めれたことはとても良くて、で、まあ、無失点で終われたことが一番大きかったかなって思います。ありがとうございます。次の試合に向けての意気込みをお願いします。次戦では、また負けられない試合がこう続くんですけど、勝たないといけない状況の中でもしっかり、まあ、チームに貢献できるようにプレーしていこうと思います。ありがとうございました。はい。Yeah!
カメラまでいいよ。オッケー。